皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。先日沼津の東洋高校さんの塾対象学校説明会に行ってきました。今回はその時のお話、特に東洋高校さんといえばやっぱり留学の学校ということで有名なので、留学の部分を取り上げてお話をしていきたいと思います。東洋高校さん、コース別に2つの留学プログラム、これを持っています。コース別に留学プログラムを持っている学校というのはあまりないようです。そして日本の学校制度に合わせた留学を行っていると、この部分を特にお話ししていました。高校で留学する、ね、その時のネックになる部分は何かというと、欧米の学年に合わせて高2の8月に日本を出発して、高3の7月で、1年間の場合は高3の7月に帰国すると。そうすると大学受験の準備、これをする期間が短くなってしまう。これが高校で留学する時のネック、ね、欠点になっているんですね。これに対して東洋高校さんの留学プログラム、これはちょっと違っています。東洋高校さんの留学の場合は高2の4月に日本を出発して、同学年、つまり高2の3月に帰国すると。つまり2年生1年間で留学が終わると。だから帰ってきてからしっかり大学受験の勉強ができると、ね、帰ってきてからあと学年1年あるので、その間に十分大学の受験勉強できると。日本の学校制度に合わせた留学プログラムになっていると、このようなお話でした。じゃあ次は2つのコースの留学、具体的にはどうなっているかということについてお話しします。留学進学コース、こちらはアメリカまたはカナダでホームステイしながら1年間勉強すると、そういうコースです。高校2年の4月に出発して、高校2年の一番最後3月に帰国すると、これが留学期間になっています。そしてこちらのコースは文系だけしかありません。理系の学習は取れません。それに対してもう一つの国際進学コース、こちらはオーストラリアでホームステイしながら3ヶ月間勉強するコースです。高校2年時の9月から11月までの3ヶ月間、これが留学期間になります。こちらでは文系と理系どちらかを選んで学習することができます。なおどちらの、ね、留学もホームステイは1家族1人これが原則になっています。今回は先日参加した東洋高校さんの塾対象、学校説明会、その中で留学の部分、ここを取り上げてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。